こんばんは。聞こえますか？バラ負けちゃったんだが、カタリナも負けたら俺も負けたんだが、天国2回あげたのに1万9600円負けたんご。行く負け、つらい、とってもつらい。どう思ったよ、あのカタリナ。いや、ええ試合やったんやけどな。なんかな、腑に落ちんわ、俺は。あんなんやったらもっとお前、蹂躙された方が良かったわ。逆に。あのバントとか、読まれとるけん、マジで。監督の采配に俺は疑問を投げかけるね、選手よりも。後半、まず牽制球で刺されるのもイラつくし、二人バントミスって、あれはいかんって、呼ばれとるって。今回の采配終わっとったよな、あれ。いや、あれ1点、とりあえず、もう犠牲フライでええやん。なんだ、あれ。ていうか、最後犠牲フライやったし、なんなら。何ポテ？片揚げポテ。ちょっとドカベン打てんすぎなんで、あと。俺も、学芸館応援するけん、こっからは。あの、亡霊武者として。岡山に俺、歌詞づいていくけん。これからは。我々を倒した岡山に頑張ってもらおう。岡山県マジリスペクト。釣り寄るん。釣り寄りまーす。女子生徒のレベル高かったよな、あれ。さすが語りなよって思ったわ。圧勝じゃない。まあ、前線しとったな。公開処刑にはなってなかったけん、試合したんじゃないでしょうか。もどかしい試合よ。いや、俺、ヤスさんの血流れとるけん、むちゃくちゃ言うで。ヤスさんもむちゃくちゃ言うけんな、フレア、フレアって。こと巨人に対しては、辛く当たるで、ヤスさんも。ねひめ、あかんかった。残念ながらもう夏は終わった。野球興味ないやん。いや、高校野球には興味あるよ、俺。普通に応援しとるし。どこ応援しよっかな、こっからは。とりあえず四国を応援しようか。明徳か。卓球女子の決勝10時から。え、見ようかな。ソン・エイサー見れるんやろ。エイサー祭りが。チンムとエイサーやろ。勝てんって。いや、でもあの、張本くんの妹さんは、未知なる存在やけんな、16歳と。ワンチャン勝ってくる可能性も、あるか。エイサー強すぎ、ワルタやけんな。絶対シングルで来るやろ。無理よ。こんばんは。あえて世界ランキング1位、2位、3位ぞ。辛いわな。オリンピックを起動するときだ。嫌だ、俺は住む。まあ、やることがあるんじゃ、俺には。
レスリング。ブレイキンもなんか取ったらしいぞ。本歌詞も次のオリンピックからなくなるらしいけどな。アメリカさん発祥の地で負けたら屈辱やけん。もう、なくすらしいで。残念。最初で最後のブレイキン。ええやん。初代女王として、永遠に語り継がれるで。パリ限定だから。もうな。